はい、えー、アニメの話です。えー、ダンジョン飯の、まあ、2期というかね、後半戦になってオープニングが変わったって話と、うん、ガールズバンドくらい見たぜって話をします。2本ですね。えー、ダンジョン飯、オープニングが変わりました。ああの、一言で言うと、オープニング、ダンジョンでもなければ、飯でもないっていう、あの、なんか、白い、 う薄らっ白い画面で結構いろいろ動いたり手繋いだりなんかするあーオープニングだったんですけどそれが「はぁ、あ、夢か」みたいなねあのー、話で終わるっていうさうーんだろうなそのまあ一期というかねその、えー、チキンチキンバンドがあるでしょバンプオブチキンバンドがあるでしょあ,あれでさなんかケルト風の音楽からさ あね、あのやってた音楽から、まあ、一転して、えー、ポップスな音楽になったわけですけどなんだろうねそのその僕はコロコロオープニングが変わったりエンディング変わったりするアニメ、まあ、好きじゃないんですけどなんとかなりませんかねって思いますよねダンジョン飯の顔になるまあでも売れてないしなしょうがないよなとは思うんですけど あ,あとそう、あの、アニメって今世界中に売られるから、オープニングとかをさ、その、どうしてもやりたいんだって、有名なアーティストとか。うんほら、だから、なんだっけ、押しの子ってアニメのオープニングが、ほら、夜遊びがやってすげー売れたとかさ、チェンソーマンのオープニングを、えっ、ー、と、あの、え、やえずじゃない、えっ、ー、とうん、ヨネズ原始がやったりとかさ。 で、もうやりたくてしょうがないから、詰まってんのもいいんすけど、売れる音楽を作ってくれよっては思ったりします。あの、人気アニメにこうね、使われたからっつって、それだけで売れてちゃダメだろうっていうね、音楽性を高めたりとか、もしくはその作品に合う音楽をね、やればいいのかな、なんていうふうに思いました。エンディングもしっかり、なんですけど。 エンディングも変わったんですよ。でもこれ、なんか原作者の人に、なんか好きな音楽ないですかなんつってこ、このアーティストが歌ってくれたら嬉しいですねみたいな感じで、やってんのかもしんないなぁと思いましたけど、えー、なんだろうね、そのとん、もう昔のアニメじゃないし、いろんな売り方があるから、別に話の本編があればそれでいいのかもしんないけど、ちょっとうーんってなりましたね。ダンジョン飯です。 まあ、この後も見ますがね。今回はカプルーの話であー。意外にじっくりやりましたね。カプルーのやつ。もうちょっとキュッと締めて、えー、ダンジョンクリーナーあたりの話まで行くかと。ああ、来週はだから漬物石マルシルの話になるのかな。楽しみですね。えー、カプルーのやつはね、ああ、そうそう。 カップルの会で後半、の、侍軍団と忍者軍団が出てきて、盾がかわいいってってね、アイアイがかわいかったですね。うん、えー、一番ゲラゲラ笑ったのは、あの侍の主郎君のお月のさ、マイズルっていう、その、お世話をする人がいるんです。あのマイズルの作画がね、思いっきりおばさんに描かれてるのが良かったですね。原作以上におばさんに描かれてて。 あーおおと思って、アニメスタッフ、あの、分かってねえなっていう, <laughs> あのう、あの、なんつったらいいかな、やっぱ、これ原作者が女の人だからさその、あんまり女の人が老いて、その、見にくくなるという部分を書かないようにしてるんですね。えー、だからね、完璧におばあちゃんになったキャラクターか、若い女性のキャラクターで、 間のおばさんというキャラクターが、まあ、あの人描けるんだけど、描けるんだけど、なるべく作品に登場させないようにしてるのね。だけど、なんかそこの裏手をついてというか、分かってんだか分かってねえんだか分かんないけど、坊ちゃんって詰め寄ってきた時の舞鶴の絵が、 うわ、お,おばさんだ <laughs> と思って。まあ次回から多分若返ると思うんですけど、うんち,ょちょっとそこがゲラゲラ笑いましたね。あの不謹慎ですけど。あのうん原作以上に年取った感じに描かれてるのが正しいんですよ。本当は、本当はその年齢というかね。首脳という青年をは、ね、その子供の頃からお世話してるから、 40か50ぐらいのおばさんなんですよ。だから、それで正しいんですけど、あーなんかね、そこが良いなと思ったりしました。本当はだから、厚化粧だったりとかしてて、えー、若く見えるけど、その生き返るときとか、蘇生させるとちょっとねあの、お化粧が取れたりとかっていうのも原作では描かれてるんですけど、もう全部無視しておばさんになってるっていうのが最高でしたね。えー 良かったダンジョン飯の話は終わり、えー、ガールズバンドくらいというなんだこれボッチザロックがよとか、えー、バ,バ,バンドリかよなんつってね、えー、思ってたあアニメがありましてうこれ昨日ね、あのー、や,やってますよって教えてもらってで見たんですけど良かったっすね、あのー、何がいいかっていうと絵がいい もう本当に絵作りとかキャラクターの配置のさせ方がうまくてあのこう嫌な気分にさせない絵作りがとてもいいなと思います最近特に僕はその手持ちカメラで実写撮ったりするブレワイチ系の映像とか結構見ちゃったりとかしてたのでこいつらは本当にそのあの映画みたいなものを撮る素養みたいなのねえなとか あ思う作品ばっかりだったりしたんで、まあ、あと落書きみたいな紙芝居のアニメばっかり見てたっていうのもあるのでちゃんとそのお話に合わせてそのキャラクターをどう配置するかそしてキャラクターの心理描写をするにあたってここ,こに置く意味とかっていうのをちゃんとあそ,それぞれの場面でねその悩んでる。 キキャャララククタターーとそれを助けるキャラクターもしくはそれが逆転する構図みたいなものに関してじゃあちゃんと絵作りでやってるっていうのが偉くてすごいなと思いましたね。うんえー、あああとカット割りも綺麗とかね無理なことをしないし無理な場面のつなぎ方もしないっていう,、うん、う左から右に動くキャラクターの法則は絶対に守る。お話が 転換するまでは左から右に行くキャラクターっていうのは常に左から右に行ってそこからなんか道の角を曲がるとか立ち止まるとかあその立場が逆転するっていう時になって初めてカメラをこうあ切り替えるというかそのキャラクターが映ってる位置をそこで初めて転換するとかあちゃんとやってるわ、こいつこれ <laughs> と思ってさすが投影動画っていうよりは 放映動画の中でも多分 3D 部門なんていうのは何て言うんだろう手書き部門と 3D 部門でのなんかあつもありそうだしまあ外注で作ってるかどうかもわかんないけど、うん、他の 3DCG でっ作ってるアニメーションよりもちゃんと映,画映像的手法で何を伝えようかっていうのをわかってる人が監督してんだなってだから、えー、これはね あの誰が作ってんだろうっていうのもそうだけど絵コンテでこれが作られてんのかそれとも今流行りのほらあのもう今コンピューターでさ絵コンテ切り抜いてさその秒,秒間で演出とかもさそのできるやつあんじゃんああのな方法の名前が分かんないけど割と最新のやつねそのあのほ本番のアニメーションと同じような 音のタイミングだったりとか映像のタイミングがもうそのコンピューターでできちゃうっていうやつあんじゃん。あれ使ってんのかなっていうぐらいに完成度が高くて。それが気になりましたね。それ使ってんのが昔ながらの絵コンテ的なものでここまでのものを作ってんのかっていうのが気になりました。えー、まあ僕はあんまその女の子がその ロックスターを目指すとかね、するのは、どうせ成功するのが決まってる話だから、夢破れる話なんかないんだから、どうせ成功するんだろうなと思うから、あんま興味はないんですよ、特に1話、2話の何者でもないところっていうのを描かれても、どうせ最終回で何者かになるんでしょうっていうのがあるので、あんま興味ないんですけど、それでもやっぱ絵の力でこんだけ見せるのはすごいなって。 思いましたね。素晴らしい。えー、ガールズバンドくらい、えーっとこ、今期でもしかしたら一番いいかもしれないなって思いました。あーというわけで、えー、今日の話は2本ですからね、以上です。アイドルマスターのシャ,シャイニングなんとかもちょっと見たけど、バカみてえって思ったのは、なんかね、公園かなんかで桜が舞い散る中にですね、一、えー、人で女子高生が歌を歌って、鼻歌を歌ってんですよ。で あのアイドルのプロデューサーが「アイドルになりませんか?」っつうとね「え私が?」みたいな感じでポワポワッとした女の子がですね「<laughs> あのえでもあの私?」みたいなのでさあの「もしあなたがよかったらで構いません」なんつってさやってまあ結局そのアイドルになるんだけどさ「なんだこの演出」ってもう最初にそのお誰もいない公園で鼻歌を歌ってる女の子なんか気持ち悪いじゃねえかよって思うんだけど。 あそこがねあの気持ち悪くないように本人たちは作ってんだろうなと思う感じが良かったですねとてもギャグで良かったですで「アイドルマスター」何が良かったかっいうとエンディングが良くて、えー、エンディングの最後のシーンで登場人物の12人ぐらいの女の子が同じ振り付けでその2秒ずつそのカットが切り替わるというか同じ構図で 女の子がそのポーズというか踊りの振り付けをしてるのね。これが12人分あの切り替わるの。あの、アドマチの可愛い女の子だけこうなんか映しましたみたいなやつの演出でなってんだけど、あこれはアニメならではだわーって思ったんですよ。あのつまり 実際の生きてる人間は身長差とか、ね、顔の大きさとか顔のよし悪しスタイルとかっていうものに誤差があって同じ振り付けを同じカメラでやってもらって切り替えても微妙な差が出てくるわけですよね。これがアニメーションのキャラクターで CG で作ったコピーペーストで作ったようなキャラクターが12人配置するとどうなるかっていうと。 全く誤差のないキャラクターが顔だけ違って髪の色だけ違うということで、同じ人物のように見えて、でも別の人物だっていう錯覚を起こすんですよ。あこれはすげえと思ってさ、その逆手に取るというかね、そのみんな似たり寄ったりの同じキャラクターじゃねえかっていうことが、逆に言うと、この10秒ぐらいの,そのサビのところで出てくる。 全,全登場キャラクターが歌に合わせて1つの振り付けを12人分が一気に見られるっていうシーンがああこれはアニメじゃなきゃできないわと思ってああ参りましたと思いましたねク,クローン人間だから差異がないところが本当に逆にうまく作用してんななんていうのをちょっと思ってだからアニメーションってのはねやっぱその現実の世界でできないことを やれるものなんですよそこがその実写アニメとかと違うところでもっと夢を羽ばたかせてもいいのにななんていうのをう思った次第です。それはねあのち,ょちょっとガールズバンドくらいに戻るんだけどそのあの1話の後半でさ雨が降る中でちょっとこうライブシーンみたいなのがあるんだけどそこでそのカメラワークでさその雨が降ってるシーンだからその。 画面に水滴がつくという演出をしてしまっているのねあれがね僕はとても嫌なんですあのゲームなんかでも 3D シューティングゲームなんかでさあの雨の中戦うってなるとなぜか知らないけどカメラに水滴がつく演出があったりとか、まあ、雪,雪の降るやつもさ雪がカメラにくっついてそのカメラのレンズの前で溶けるみたいな演出とかさいやできるからってそれやっていいことじゃないぞっていうさ 快適ななゲームをするためになんで視覚的にそんな邪魔をするんだっていうさ意味がない邪魔だから <laughs> あの主人公がなんかゴーグルかなんかしてゴーグル越しじゃないと見えないっていう設定だったらまだわかるけどな,なんだろうなそのカメラで撮ってますよ、ね、普通のテレビカメラでロケをして雨の日なんかには水滴がつきますよねっていうそれってリアリティですよねってなるけどそれはその画面越しに テレビ越しに何かを見てることのリアリティであってさ、没入するゲームに対してそれはやっちゃいけないと僕は思ってるわけ。で、同じようにその、お話に没入させるためにその、カメラに水滴がつく演出なんていうのはアニメでしなくていいわけですよ。だから、雨が降ってて、ね、絵がこうあってさ、真上にこうカメラがパンしたときにさ、こう雨がこうわーって降ってくるようなシーンがあるとするじゃん。 これをどんなにリアルに描いてもカメラに水滴がつかない。真上にカメラを振ってんだったら水滴がカメラに来るけども、綺麗な絵をさ、見せられるのがアニメとか CG のいいところだからさそ、それをさ、できるからっつってね、やっちゃダメだよ。本当僕は本当これは、だだだと特に,特に海,外の海外のゲームによくあるんだけど。この。 カメラに水がついて、ね、レンズの前に水滴が流れる点数超やるんだけど、あーまあ、それに影響を受けて、たまに日本のゲームでもやったりするやつあるけど、あれは違うだろうと思う、ねやっぱね女。だから僕はアイドルマスターに何関心したかというと、ここです。もう絶対に実写ではできないことをやってのけてるのが素晴らしい。ただカットをピ ね、2秒ごとに切り替えてう登場人物の女の子10何人分を切り替えてるだけなのにそのスタイルも変わらないし女の子のスタイルもみんな変わらないし顔の大きさも変わらない、えー、キャラクターをこう、ね、切り替えてるそこでお、ね、ま,まるでレインボーマンのように、ね、レインボーマンが7つの体に変身できるんですけど、ね、本当は1人みたいなね。 ここことととががでできることがアニメののの素晴らしいことなのでそのわざとその現実世界とかで制限のあるねそのカメラにギリギリまで近づいてフェードアウトするとかあとはそうねこうキャラクターがあるでしょこのキャラクターがさどんどん大きくこうカメラに入ってってさこう大きくなりすぎてさ こう口の中にカメラがインしてさ、で、このインしたカメラの中で食道から胃から腸からさ、ってさ、で、肛門からこうカメラが抜けて、ポーンとこう青空に抜けるみたいなことも、アニメだったら可能なわけですよお。人間のカメラだとそんなワンカメでそんなことはできるわけないんだから。うん、あ、そうだね、大友克弘のメモリーズのね、そのカ,カメラを全部あの、ワンカット撮りする演出みたいなやつとかもうそうだけど、 大砲のある街だっけあれはいいアニメですよね。えー、っていうか感じでさ挑戦的なこともできるわけですよその。現実のカメラでできないことがアニメでできるっていうそ,そこをさなんか,し,なんかしょうもない小手先でレンズにああ雨の雫をつけるなよって僕は思うので <laughs> あのそ,そこはちょっとガールズバンドくらいはちょっと良くないなって思うところで。 逆に、アイドルマスターのエンディングでは、うまく、その、アニメでしかできないことというのをやってのけたなぁ、なんていうのを思って、えー、先日、昨日のアニメ体験は、良かったなぁ、なんていうふうに思います。えー、スズすずめの戸締まりも見れましたしね。良かったなぁ、なんていうふうに思いました。というわけで、えー、アニメの感想の話でした。以上です。現場からは以上です。